ということで、大体これ、ここがですね、MPI の基礎です。今勉強したのは MPI イニット、MPI コムランク、MPI コムサイズ、それから MPI ファイナライズ、それから MPI アボート、MPI バリア、それから時間の測る関数として MPIW タイム、その時間の最小単位を知る MPIW ティック、8つ覚えたわけですね。でこれはもう基本的な関数です。これあの、使うとまず MPI の入門に入門できたというふうに言っていいと思います。でここまでで大事な概念はもう一つ概念はコミュニケーターという概念ですね。今回はあの細かくコミュニケーターを細かいコミュニケーターを作りませんけども、通信をどこかの部分に制限したい場合にはコミュニケーターというのを定義できますが、全体の MPI コムワールドというので、定義されると、全体は MPI コムワールドになっているというのを覚えてください。これはもう暗記項目です。じゃあ全体データと局所データという話になりますが、ちょっとデータ構造という話とアルゴリズムの関係をちょっとしますとですね、要は並列計算っていうのはですね、いっぱいこう計算する CPU があるわけですね。で何が大事かっていうと、どの仕事をどの誰に振り分けるっていうのが大事なわけです。普通の仕事でもいいです。例えば100人の人がいたらですね、その人にどの仕事を振り分けていったらいいかっていうのが大事なわけですね。で仕事を振り分けるっていうのはですね、何かっていうと、データを振り分けることになるわけですね。例えば、100枚のそのなんだろうな、データがあったときに、どのデータを誰に仕事をさせるかっていう問題が当然出てくるわけですね。で要はプログラムとそのデータを分けるところが並列計算の難しさにあります。並列計算っていうのがもうデータをですね、どんなふうにその並列する計算機に割り当てるかっていうのが分かればですね、ほとんどできたと思っていいと思います。でそういう意味ではですね、そのここで書いてあるのはそのデータの分け方のこと、分けやすいデータのことをデータ構造と呼んでますが、呼ぶことにしますが、そのデータ構造とアルゴリズムっていうところの関係さえ分かればですね、並列計算はほぼできたと思って私はいいと思っています。ここに書いてあるようにですね、アルゴリズムとですね、データ構造っていうのは密接な関係にあって、あるわけですね。でそのアルゴリズムっていうのが、今回はPCG、毎処理付き CG 法というものをやるわけですが、それに適したデータ構造っていうのを定める必要があってですね、そういうものが分かればですね、ほとんど並列計算っていうのが分かったと思っていいんじゃないかと思います。でそういう意味でその最初に言った SPMD シングルプログラムマルチプルデータですね、要は複数のデータをどんなふうにプログラムに当てていくかということが大事ですね。で通信というのもそのうち出てくるわけですが、通信が必要な部分とそうでない部分をもう分ける必要があります。これもだんだんと分かってくると思いますので先に行きたいと思います。で SPMD に適したデータ構造というのはどんなのかというとですね、これいくつかこれからプログラムを見ながら実際に演習しながら分かっていただきたいと思いますが、大規模なデータをですね、分割して、プロセスに分割して計算するのが、SPMD の、基本的な考え方になるわけです。どういうイメージかっていうとですね、例えばこれは長さ20、NG を20としますと、そのベクトルっていうものを2倍するこういう単純なプログラムを考えます。これフォートランで書かれてますが、基本的にはその VG っていうベクトル変数に対して全部に対して2倍するという、2倍して元にするというプログラムになってきますが、これを 4つのプロセッサーで分担するにはどうしたらいいかっていうのをちょっと考えますと、プログラムとしてはですね、こんなふうに書きます。
5個ずつ20個ありますから4人で分けるとすると1人当たり5個になりますので、5個ずつ2倍ずつすればいいよと、これが自分のやることですね。でデータが別々に入ってくれば4人いれば20個 の, その2倍するっていう作業ができるわけです。でこれがイメージ、このイメージがシングルプログラムのイメージです。ただしここの VL の中身が違う、データが違うっていうイメージを持ってください。どういうふうに違うかっていうと、そのために全体のグローバルデータっていう領域全体のデータとローカルデータっていうものの考え方が出てくるわけです。でさっきの一番最初のプログラムは20個のベクトルデータがありましたけども、それが全体番号を持っているわけですね。1番から20番という番号を持っているグローバルデータがあるんだけど、ローカルは5個ずつやればいいので、4人で5個ずつやればいいので1番から5番までの変数があればいいわけです。でこれの対応はですね、この次のページに書いてある通り、全体がですね1番から20番まで、このフォートランです。多分C の方は0番から19番になっていると思いますが、これがグローバルデータですね。でこれをですね 5個ずつそれぞれのプログラムを持っているわけです。変数ローカルデータは5個ずつ持っているわけですね。でそれをどう対応付けるかっていうのがこの対応付けで、1番から5番までを、ここに、6番から10番までをこれと対応付ける、11番から15番までを3番目のプロセスで対応付ける、4番目のプロセスに16番から20番目のグローバルデータを対応付けると、こういう対応付けをしておくと、この20個に対して2倍したという全体のプログラムはですね、5個ずつそれぞれが2倍するっていう作業と全く同等な作業になるわけです。こういうのがそのマルチプルデータっていう考えですね、 SPMD の考え方になるわけです。でそういう意味ではさっき言ったように今言ったように このグローバルデータとローカルデータの対応付けっていうのが非常に重要ですので、今日と明日はですね、そのグローバルデータとローカルデータがどんなふうにこう対応付けられているか、っていうものを考えながら、その変換の対応マッピングですね、それを生成することができればいいわけです。でそうするとそのローカルデータに対して独立に計算すれば全体のプログラムと同じ作業ができるということになるわけですね。でそういうその対応関係を考える上でデータ構造というのが大事になるわけです。でこのためにですね、その対応付けをする必要があるためにグループ通信というのがあります。でグループ通信というのは、このコミュニケーターというのをさっき指定しましたが、今回は全体を指してますの でその中で指定されるグループ全体に関わる通信のことですね。でどういうものがあるかっていうと、全体のグループの中で最大最小値を求めたり、総和なんて、求めることができます。それから内積なんていう計算はできたり、することができます。これ具体的に次から説明しますが、こういうグループっていう通信がまず今日のやるところはこれが分かるところまで、になります。で例としてですね、今から4つ話をしますが、ブロードキャストとスキャター・ギャザーという関数を覚えてもらいます。でどういう概念かっていうとですね、これ0番が A から D0 っていう値を持っているとしたときに、これを全部に持たせるっていうのがブロードキャストです。1番目2番目3番目のプロセスに対して0番の持っている値を全部持たせ、同じデータを持っているのがブロードキャスト。ブロードキャストはいわゆる放送ですから、放送ですので、誰かが持っている情報を全部に行き渡らせる関数がブロードキャストという関数です。いいですか、このイメージを覚えてくださいね。これ別に0番じゃなくてもいいですよ。2番から全部にブロードキャストしてもいいです。それを関数で指定します。0番から全部に、あるいは2番から全部にっていう指定ができますが、
ブロードキャストの意味は、あるプロセスが持っている情報を全部に持たせるような関数です。これが一つ目。それからスキャター、ギャザーというのがありますが、スキャターというのはそのあるプロセスが持っている関数を分割してそれぞれに持たせるっていう関数です。 P の0番目に A0、 そのここに2番目に入っているのを2番目のプロセス、3番目を3番目、4番目を4番目と、これがスキャターという関数です。実際にこの関数は後で多分、ね、使えると思いますので、その時、もう少し具体的な例を見たいと思います。それギャザーというのはこの逆です。それぞれが持っているやつを一箇所に集めてくるのがギャザーです。いいですか。ブロードキャスト、スキャター、ギャザー、これで3つ操作するものが ありますと。だからあと2つ、オールギャザーですね。これはギャザーを全部にするということなので、さっきのやつはですね、ギャザーすると全部にバラバラに持ってたやつを一箇所に集めるんですけども、これはですね、全部にバラバラに持ってたのを全部集めてきて全部に持たせるというやつです。オールギャザー。それからオールトゥーオールはですね、これは実はトランスポーズという呼ばれるものなんですが、まあ、これ行列だと思ってください。で、行列のトランスポーズっていうのはこのちょうど対角成分に対してこうくるっとこう回すわけですね。まあ、天地、トランスポーズ天地というやつですけど、要するにこの縦のやつが横になっているやつですね。縦のやつが横に A0、B0、C0、D0 が横で P0、 P の0番目に持たせると、これがオールトゥオールというものです。ブロードキャスト、スキャター、ギャザー、オールギャザー、オールトゥオールね。それからもうあと2つかな、あと3つですね、あと3つありますが、レデュースというのがあります。でレデュースというのはですね、このそれぞれのプロセッサーが持っている値を集めてきて何かのオペレーションをさせます。オペレーションというのは例えば全部を足しなさい、あるいは全部かけなさい、あるいはこの中で最大値を取ってきなさいというオペレーションを決めてやれます。それは後で指定の仕方があるのでその時覚えてほしいんですけども、例えば A0 から A3 ものを足してくださいって やるとそういう命令を書くと足したものがこの P0 に集まるのがレデュースです。で、さっきオールギャザーっていうのがついたのと同じようにオールレデュースっていうのはですね、これを全部のプロセッサーに持たせるんです。オールレデュースです。ここ、ギャザーとレデュースの違いはオペレーションがつくかどうかということですね。オペレーション、何かの操作ができるかということになります。何かの演算ができるかということになります。だからもう一つレデューススキャターというのがあります。これは、縦に集めてきたものを集めてきてさらにそれをスキャッターするというやつですね。まあ、これをですね、こう集めてきた後スキャッターする、レデューススキャッターと同じです。同じというかそうなってます。いいですか。このレデュースした後スキャッターするっていうそういう考え方があります。これがまあ4つちょっと出てきましたけど、この1つ2つ3つ、ブロードキャスト、スキャッター、ギャザー、オールギャザー、オールトゥオール、レデュース、オールレデュース、レデュース、スキャッター、これが集合通信の基本的なものになります。